里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。なんかこの間何でしたっけ、すごかったピッチャーコントロール編。あ、受けてね。最初受けてみてすごかったピッチャーってやって、はい、内容的にコントロール編にしようって言って、はい、あの川上健信さんとか、はい、あとまあマー君とか。そうですね。あ、まあ、こちらの動画です。はい、見てない方は皆さんぜひ見てみてくださいね、うん、っていうのをやったんですけど、はい、あのその時でもちょっと話したか、その後終わってから話したかわかんないですけど、今日はですね、はい、実際に受けて僕が試合で、はい、うん、ストレートの威力半端ねえなってっていうピッチャー、はい、ちょっと語っていきたいなと思います、はい、ストレートがすごい変ってことですか。もう、うん、だからストレートって2パターンあるんですよ、はい、僕の表現で言うと、うん、すごいストレート2パターン、はい、1つは、まあ、あの上原さんとか、はい、まあ、川上健信さんもそうだったですかね、うん、っていうのは基本的にまあ、これ表現が正しいかどうかわかんないですけど、僕の中の表現ですけど、はい、あのミサイル、ピストルって言ってるんですよ。へー、トゥンっていう、トゥンっていう速さです。トゥン、あ、トゥン、トゥンっていう、はい、なんかもうミサイルみたいにトゥンってくるなっていうのが、ピンポイントでヒュッてピュンってくるっていうののスピード、はい、っていうのが、そういう健信さんとか上原さんとかのタイプでは、だから球速的にはそんな速くないかもわかんないですけど、そういうテンっていうのが来るなっていうタイプもあれば、はい、もう一つが爆弾です。ドーンみたいな、ドーンみたいな、はい、えぐいなみたいな、こうなんかピューンとかじゃなくて、はい、ドーンって来るっていうのタイプがいるんですけど、はい、今日はそのドーンって来るっていう、まあ、いわゆる剛速球みたいな、もう威力半端ねえなみたいな、はい、もう大砲みたいに来るなっていうね、だもうピストルと大砲の違いですよね、はい、ドーンって来るっていう、受けてて思った、はい、あのピッチャーっていうのを今日は語っていきたいと思うんですけど、はい、おー、いいですね。じゃあまず一人目は、はい、あのまあ、僕が受けたっていうと、まあ、ロッテかもしくは WBC、はい、あとはオリンピック、うん、とかがまあメインになりますよね、まあ、オールスターでもいっぱい結構受けてますけど、はい、まあ、基本なんかお祭り的なことなんで、はい、まあ、どこまでっていうね、まあ、もちろんオールスターでも受けておおと思うピッチャーいましたけど、まあ基本そのオールスターとかその中からになりますよね、はい、基本的にで考えると、まあ、じゃあ一人目はですね、はい、やっぱ松坂ですね。ああ、まあ、2006年の WBC で、はいはい、まあ、あのバッテリーを組んだ、はい、あのやっぱ松坂ですね。へえ、 WBC で、はい、あのま、あと台湾戦、うん、でメキシコ戦、はい、で決勝のキューバ戦と、うん、あのバッテリーを組みましたけど、はい、あのその時初めてねバッテリーを組んで、やっぱもう大砲みたいに速かったですね。だってもう2月で150キロオーバーバンバン出してましたからね。でももうガンガン来るから、たま、うん、力あるなと思って、で、まあ、もちろんね他のチェンジアップ、スライダー、カーブとかも精度高かったですけど、はい、これはストレートすっごいなと思いましたね。受けてて、それは簡単に打たれへんなっていう。150キロって出るピッチャーってまあまあいるじゃないですか結構、うんうんうん、でもその同じ150キロでも違うもんなんですか。だから初速と終速の違いもあるんで、で初速が150キロでも、はい、投げた瞬間150キロでも、はい、バッターの手元で140キロだったらこれやっぱ遅く感じるんですよね。あ、そっか、はい、で投げた瞬間150キロでバッターの手元で147キロだったら、はい、やっぱ速いですよね。え、この、 あの出るじゃないですか速度、あれは初速です。あ、初速なんですか、はい、そっかそっか。ってことは手元で速さが変わってるか変わってないかって違うんですね。そうそうそう、やっぱ手元で遅かったらやっぱりそのバッターとしてはやっぱその威力を球速以上に感じないですよね、はい、もしくは球速以下に感じてしまうパターンもありますし、 あとこのなんか球が重いとか軽いとかっていうのがあるじゃないですか、はい、で僕の理論で言うと、はい、球が重いっていうのは、はい、ゴールがミットじゃないんですよ、はい、ピッチャーが投げた、うん、球が軽いっていうのはゴールがミットになってるんですよ、はい、で要はここで終わりです、うん、でもう力はだここで最終到達で力が終わっていきますよみたいな、はい、重い球っていうのはミットが通過点ですよ、はい、ミットなかったらドーン行くよっていう、はい、だからもうバックネットに突き刺さぐらいの勢いで来てるよっていう球は僕は重いんじゃないのかなと、うん、だそっちの方が威力はあるってことですね。そうそうそう、でミットで終わる、ミットがゴールやと思って投げてる人っていうのは球が軽くなるんですよね。でゴールはもっと後ろに設定して通過点にミットがあるっていうぐらいの勢いで来てるのは、はい、僕は勢いがあったり重いのかなって僕は思ってるんですよ。うん、比較的でその方があれですよね、多分速さとかも違う。そうそうそう、やっぱ威力はあるんで、ここ通過点なんで、やっぱゴールと通過点じゃえらい違いじゃないですか。一番速さが出てるかもしれないですもんね。だからそう考えた時に、はい、まあ大輔はやっぱ力ありましたね。へ、だからあの2次リーグのメキシコ戦で、はい、あの0対0で、うん、
ワンアウト一塁だったんですよ、はい、ランナーが、うん、で飛び出したんですよランナー、はい、エンドランが通るか分かんないですけど、うん、で飛び出してで僕はセカンドに投げて、はい、で剛が取って、うん、はランナー一二塁間で挟まれて、はい、で剛が取ってすぐファーストに投げたら、うん、暴投っていうねで暴投で、はい、そのファーストランナーが三塁まで来ちゃって、はい、で、うん、ワンアウト三塁になったんですよ、はい、状況的に、はい、で1点もやれないじゃないですか。だって0-0でしかも初戦アメリカ戦に、はい、あのボブ・デイビッドソンの疑惑の判定で負けさせられてる、はい、で0対0、うん、正々ってやられへんとここはもう絶対三振やと、うん、でそこからそのバッター次のバッターそこから8球連続インコースまっすぐ行きましたから、ね、ほーすごい。もう放送では危ない危ない危ないみたいな、はい、もう俺のリードヒアバンバン、はいだったらしいんですよね、はい、見てないから分かんないですけど、はい、だったらしいんですけど、はい、僕はもう打ち取れると思って、はい、もうまっすぐめっちゃ来てると、はい、タイミングも合ってないと、うん、こんなの変化球を1球挟んで手元が狂ったりとか、はい、感覚鈍っても困ると、うん、万が一その変化球が甘く入って打たれても困ると、うん、いやこれはまっすぐやっつってまっすぐ連発してそのバッター三振次のバッターをまっすぐ連発してセンターフライで1点も取られないでそこから点取って、はいまあ、勝ったんですけど、はい、だそれぐらい僕を信用させてるぐらいのストレートの色があったですね。いやーすごいですね。いやでもそうやってなんかまた昔に話した話ですけど、リードって肩から見てるのとやっぱ受ける人が思うリードってまた変わってきますね。そうそうそう。でも結果が全てじゃないですか、うんはい、8球連続まっすぐ行ってその先制点取られる最大のピンチを乗り切った後にっていうのでね、はい、だそう思わせてくれる投球がすごいですよね、はい、いやあれ大好きじゃなかったら、はい、いや危ない危ない危ない外外外とかね、はい、変化球変化球って言ってるかもわかんないですけど、うん、あれ大好きのストレートがあったから行けたんであって、うん、僕のリードが良かったっていうよりも大輔のストレートが良かったからその選択ができたっていうね、はい、相乗効果を埋めたかなっていうぐらい威力あったっすね。あれはいやそんぐらい回せるものすごいですね、うん、だから簡単にストレートのサイン出すもんね、はい、いけると思ってへえ。だからええつらかったですね、はあ、じゃあこれ何人いらっしゃるんですか。3人ですね。あじゃあ今次行きましょうか。はい行きましょうか。次はですね、はい、やっぱりダルビッシュですね。おお、まあ、ダルビッシュとは北京のアジア予選と北京の本戦で、はいうんあのまあ、バッテリーを組みましたけど、はい、なんですかホームがねまずすっごいやつからすっごい前に来てるイメージあるんですよ、はい、向かって、はい、でそっから あの腕の振り で、うん、でボールも前に離すし、はい、ドーン来ますストレートが、こう打っとった時になんかこう振動みたいなうわーってあるんですか。なんかそういうのはないです。あそうはないですか。それなってたら僕の身が持たないですよそうです取るとブルブルってなったらやばいでしょ。もうプロじゃないでしょそれ。なんか漫画とかでうわーってそれはいやそれはそそれはさすがにここで受け止めてる。あそれはないですけど、はい、あのすごかったですやっぱ勢いがね。でね多彩なもうほんとカットツーシームフォークチェンジアップとかスライダーとかスラーブとか、はい、多種多様の変化球サインめっちゃあるなみたいなね、はい、指足りるからみたいなぐらい何でも投げれるんでサインがいっぱいあるし、うん、でその中でまっすぐ力あるから他の変化球も行きやすいし、はい、でそのフォームの威圧感前にこのグワッと向かってくる感じと前でのボールを離す感じもよりその近さを感じるし、はい、マウンド感のそうそうそう、うん、めっちゃ前で離すんで、はい、でその中で爆発力あるドーンっていうストレートっていうのは、はい、いや衝撃だったっすねあれは。へえ、なんかいや今それまではね、はい、まあ松坂の時もそうしダルビッシュもそうですけど打席に立った上での凄さっていうのを感じてましたけど、はあ、い、これは打たれへんと思ってた。そんな簡単にはやっぱ取るとまた違う見方になるんですね。全然違うっすね。フォームの威圧感とかその前で離すその力強さ、うん、それに加えてのストレートの力強さっていう爆発力は、はい、ダルビッシュはすごかったですね。へえ、ちょっと躍動感が良かったあったそうね。あれはそれは大輔にはない感じでしたね、ま、その同じタイプであったとしても、うん、だからシーズン受けてみたかったですね。大輔もそうですけど、まあ、そうかそうですよね、オリンピックっていうのじゃなくて、うん、オリンピックとかその短期決戦になると調子のバロメーターもいいとか悪いとかの、 その短期的なものなので、はい、それをなんかフルシーズンで受けて、うん、そのいい時と悪い時の差を見ながら、はい、ああ悪い時でもこれぐらいに抑えれるんだとか、はい、っていうのを見てみたいですね。だってダルビッシュで言えば日本シリーズの、はい、もうなんか肩とかなんかいろいろとこ故障しながら、うん、なんかあのキャッチボール投法って言って、はい、その全然力入れなくてカーブとか緩急だけで投げて巨人打線を抑えたっていう、はい、もうでも抑えれるテクニックもあるわけじゃないですか、うん、だから10も持ち合わせて、はい、5も持ち合わせて、はい、でどっちでも器用にできるってすごいですよね。最強ですね、はい、パワフルさもあるのに、はい、繊細さ、テクニカルの部分もあるっていう、はい、でしかもそれを使い分けれるっていうところで考えたら、はい、それを間近で見れるのは
楽しいですよね。そうですね。いやすごいピッチャーっていうのはもちろん知ってるんですけど、うん、改めてこうやって聞くとあそんなすごかったんだってなりますね。しかも今ねプロスピの動画出してますけど、はい、めっちゃよく簡単に打てるなっていうぐらいね僕はなかなか上手くならないですけど、はい、ゲームの才能もあるかーっつってね、もう立ち打ちできんでーっていうそんな簡単になんで打てんねやっていうねいうのもあるし、はい、そういったところではなんかいろんな面において素晴らしい才能があるっていうのは羨ましいですし、うん、まあ、それをね間近でいたかったなっていうね、はい、思いはあるですね、うん。じゃ あの最後にですね、はい、やっぱロッテからもあ聞きたいです出しておいた方がいいじゃないですか、はい、でロッテで一番衝撃を受けたストレートは、はい、あの川本さんですね。へえ、まあ、ひょっとしたらねあの初めて聞いたっていう方もいるかもわかんないですけど、まあ、ロッテファンの人からとったらもう、はい、うん、川本さんっていうダブルストップストッパーって言って、はい、成本さん川本さんっていうその2人で抑え合ってる右と左のピッチャーがいて左のピッチャーなんですけど、はいはい、あのストレートだけしか投げなくて抑えれるっていう、でそんな大きくないんですよ、はい、身長が。え、ストレートだけで抑えられる、はあ、ほぼストレートしか投げないんです。はあ、すごい。でも僕まだ入りたてぐらいの時 で、はい、怪我して2号落ちてきた時もありましたけど受けてたんですけど、はい、えげつないぐらい速かったですね。へー、ストレート左で受けてですよ、はい、左で受けてあそこまで速かった人、え、それ以降もういなかったかもわかんないですね。僕が受けた人の中でね、はい、受けてなくて速い人はいたかもわかんないですけど、はい、受けた中で左であんだけ速かった人川本さん以外受けてないですね。背番号27番だったんですよ。キャッチャーが取れないフォークボールっていうのがあるんですよ、はい、でそれを2軍であのフォークもあんだけどキャッチャー取れないから投げられへんねやって、はい、じゃあ佐藤が取れるかどうか行くねって言って、はい、取れなかったです。え、どういうことですか取れないって。揺れながらナックルみたいに揺れながらバーン落ちるんですよ、はい、腕振って、これはとなかなかキャッチャー取られへんやろなっていう、あれやばかったですね。まだ僕が入り立ちっていうのもあったかもわかんないですけど、はい、衝撃だったですね。だからこれも投げれる、で普通のフォークも投げれるんですよ、はい、普通のフォークも投げれるんですけど、はい、この魔球のフォークがねこうキャッチャー取れられへんから投げられへんにゃって言って、へー、でもえげつなかったです。いや本当魔球ですね。あれ本当、あれ本当えげつなかったですね。カモさん左だった僕の中では一番かもわかんないですね。あ、そうなんですね。本当名前は知ってますけど全然プレー見たことないので、ちょっと動画見てみよう。そうですね。だから2000年前後、1990年以降の2000年前後ぐらいじゃないですか、に前世紀って感じ。そう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 、うんうん、はい、見てみます。何か、ああ、そうそうそう、はい、皆さんもねぜひ注目してもらえたらと思います、はい、だからこの今日はこの3人ですね。豪作球編、はい、あと番外編ちょっとやっておきましょうか。あ、ぜひぜひ。球児ですね、藤川は。あ、僕あの WBC とかオリンピック一緒になったんですけど、はい、やっぱりその状態が良くなかったんですよね、うん、その時によ、はい、まだ仕上がってなくて、うん、そこまでのその対戦してたはい、時みたいな印象は受けなかったんですけど、やっぱ対戦している中だったら球児、はい、はやっぱり一番良かったですね、ストレート。へー、あれあの交流戦とか の、はい、あのそんなちょっとだけの初見じゃあの打てないですね。何回も体験してなんか対策立てて、はい、こういうのがいいかなっていうのを試みながら失敗したりしながら考えていったら、うん、ひょっとしたら打開策が何か、はい、案があったかもわかんないですけど、あれあんな交流戦とかだけでは打てないです。そうなんですね。短時間で全然攻略できないぐらい。もう最後ら辺なんてまっすぐ出ないからフォークやばかってましたもんね。で1回あの9回もうでもあれ2011年だったかな、3時間半ルールの時だから、はい、まあ、その2005年の時のもう火の玉のロケットボーイストレートみたいな感じよりはちょっとストレート持ちてたんであれだったんですけど、その時に9回負けてて同点タイムリーマリンで打って引き分けになったっていうのがあったんですけど、はい、2005年ぐらいのストレートはいやマジやばかったですね。じゃあその時撮ってたらまた感覚が違う。全然違ったかもわかんないですね。へ、あとはその常時受けたら調子いい時あるんでね、ちょっと WBC とか行った時は、まあ、その調子の波とか当たらなかったんでそこまで感じなかったですけど、はい、対戦している中だったら球児のストレートはえげつなかったかもわかんないですね、日本人だったら。いやキャッチャーってすごい難しいポジションじゃないですか、うん、でもそうやってピッチャーをなんかこう味わえるってすごい面白いですよね。まあ、面白いですよ、楽しいですよね、うん、わこれがこうすごいの秘訣かみたいなね、はい、まあ、だからってそれが打撃に生かされることはないですよ。いや、そうなんです。前回も言いましたけどね、はい、で生かされたらいい。だからって生かされないです、はいはい、そう簡単ではないと。そうですね、はい、じゃあまだ今度はね、はい、また違う部門の受けてみてすごかった投手編やりましょうか、ちょっと考えておきます、はい、はい。